まあシナリオの更新ですね。年内ラスト、もう24年が終わるらしいですよ。もう来月はねクリスマスやって終わりですからね。まあ、マップもなんか様相がまた変わってきましたね。復刻です。復刻がまず始まりますね。もうマジ年末感出てくるな。はい、もう12月の予定です。24年のクリスマスイベントと、はい、メイソンロード2024、今年はどうしようかなっつって、なんかそろそろメイソンロードに季節イベントのボス出してもいいっすかボスの種類がねちょっとねあれなんでね、だからそろそろ季節イベントのやつとかもちょっと持ってきていいか僕はやりたくてしょうがないんだ。夢のコラボボスとかさ、その絶対交わることのない季節同士がタッグを組んで冒険者に襲いかかるみたいな、春夏秋冬で襲いかかってくるその4体ちょっときついな。まあまあいろいろとありますねってことで。いや本人はね、本人だ、もうアニバよ。タコウケンあのマップにいるとあいつだけで多分いっぱいになっちゃうね。それもちょっとそのうちやろうかなと。はい、まあまあまあスキル実装が、まあ、ジョブ系が終わりまして、一応ね来月シュート、マーシャル、デュアル、ハルバードが見れるかな？かもしれない。まあ、全部じゃないかもしれないけど、一応動いてるものがもうあるので、多分動いてるのが見れるはず。で、来年の1月でモノノフとかも動いてるのが見えるんで、まあ2月とか3月リリースじゃねえのかなっていう話。やりたては全然先よ。ネクロはね、そうっすね、来年のアニバーぐらいになっちゃうかもしれないね。一応ね、ミンスとネクロも一応やってはいるんですけど、やっぱこれじゃ重たいんで、ちょっと大変そうにはしてる現場はね。はい、まあやりますよというところ、うん、はい、なのでな、ダイスは入りました。実はダイス振れるようになってます。スラッシュダイスで振れます。まあこの辺はちょっと今年間に合わなかったねってやつがちょこちょこ残ってますね。まあポーサウンドバージョン2は一応12月入る予定ですね。フレンドワークの追加も、あれフレンドワークの追加ってあれ今週だっけ来週だっけ、なんか近々入るんだよな。近々入ります。いっぱい増えてまして、まあ、スキルを最後に確定する感じのスキル振りにできねえかっていう相談を受けまして、なんかできそうかもっていう現場の話があったんで、ちょっと検討、まあ、検証してます今。できたらやります。で NPC が勝手に戦うじゃないですか、プレイヤーより先に攻撃しないでっていうイベントマッチの時のちょっとやろうかなと。それはでやれます。であとその自分でパートナーとか傭兵をやってた時にディフェンダー雇ってると思うんですけど、ディフェンダーなのにあいつら処刑と取らないんで、処刑と取れるようにしようかなっていう。オフイベル出たやつが開発リストに入ってます今、はい、リストに載ったということはある程度できそうという、まあ、目星がついたんで載せましたという回答っすね。でギルドレイドの練習モードが欲しいって話だったんで、まあギルドレイドの練習は分かる、 あそこ失敗できないんでちょっと難しいよねってのがあるんで、じゃあプラクティスモード入れようかっていう話をちょっとしてる。このディフェンダー初期ヘイト取るは、自分が殴ったらディフェンダーがダメ、ファーストアタックしたことになります。そうスタートするとディフェンダーがファーストアタック取ったことになって戦闘開始するっていうのをやろうかなって。そのがディフェンダーっぽくないっていうのと、やっぱ初回ねターゲット取るまでちょっと逃げ回んなきゃいけないの結構無駄な時間なんで、まあ、初期ヘイト取ってくれるだけで結構変わるん であとマーケットで、これは要望だったんですけど、詳細開かなくても付与されてるプロパティの数初めから分かった方が楽なんですよねっていうのがあったんで、まあ、何個プロパティそのスミスで付いてるかをなんかどっかで見れるようにしようかなって、その一覧の段階で。ちょっとまあ具体的にどこに追加するかは決まってないんで、まあ、一応やりますよというだけ書いておきました。であとペットのレベル上限もそろそろ上がりやすくてよくねえですか。ちょっと今夏気度の関係で結構維持が大変というかレベルが上がりにくいので、もうちょっと上げやすくしようかなってところですかね。素材ポイントの消費感は、まあ、スミスでちょっとカンカンする時の消費が全体的に高いっていう話で、まあ、会場全員が手を挙げてくれまして、素材ポイント減らしてほしいいい人っつったら全員がパッて手挙げたんで、終わりましたっつって、ちょっと考えますっつって、でいつかは分かんないですけど一応やろうかなと。で、ステータスの能力表示はクリティカルとか見えないものを見えるようにしようかなってやつですね。一応今後入るランダム能力の詳細確認用にもちょっとページ作んなきゃいけないので、まあ、一応やる予定です。あと染色、まあこれ基本的には体と追加装備だけなんですけど、ちょっと色の獲得方法を増やそうかな。ちょっと今色倉庫ができたんで、なんかその迷宮で拾える宝石使って色作ったりとか、まあ、雫玉で手に入れたりとかっていうのをちょっと入れようかなと思ってます。まあ、ちょっと武器はさすがに
ちょっとボス回る理由でもあるんでちょっとやんないかなと思うんですけど、一応ちょっとなんか手段を増やそうかなと思っております。であとマーケットの検索履歴ですね、まあ、直近の中10件とかがもう初めからもうリストに出てるような感じにして、まあ、もう一回検索するのを楽にしようかなってやつですね。これもまあローカル保存なんでちょっとアプリ消したら消えちゃうんですけど、できそうなんでやろっかって話をしてました。あと、まあ、倉庫だったらちょっといっぱい保存できるのでできませんかという話と、あとカバンの中で分離しちゃった時にまとめるボタン作りましょうって話を今日してましたとかね。であと今重量化した時のメリットが弱くねって話だったんでちょっと今考え中です。ちょっとね自動で重ねるのちょっと難しかって、なんか分かれちゃった時になんかまとめるボタンみたいな、いわゆるそのちょっとサーバーに直してっていう通知を投げるボタンを作ろうかなってとこですね。まあ飯のレベルいろいろありましたよね。ね、酒場の BGM 変更機能あるし、高級の冷電でビューモードいつ使えるんすかって、いつまで待たせるんすかって怒られまして、今日うちのスタッフに言ったらすいません忘れてましたって言ってたんで、多分すぐ解禁されます。で月額コース何かしら入ってたら料理経験値2倍で、まあ、2年から1年どうすかみたいな話で、まあ、これも一応会場の皆さんが手を挙げてくれたので、まあ、もうレベル10とかいっぱい持ってる人がいいんじゃないですかって言ってたんで、やろうかなってところと、倉庫検索した時にそこから削除できる機能とか、倉庫検索から別の倉庫に移動する機能みたいなのも要望上がったんで、一応やれそうなんでやろうかなと思うんですね。はい、で衰弱の状態以上、まあ、ちょっと現環境とやっぱ仕様が合ってないよねって話があったんで、ちょっとまあ検討中ってことで書いておきました。であと宿地法が突然暴発するという問題がまあ長らくあるんですけど、ちょっと今日プログラマーと会議をしまして直せそうという話になったので、ちょっと今テスト環境でちょっとサンプルを作ってもらってるんで、もしかしたら治るかも。そう、勝手にギューンって飛んでいくのは多分なくなる。その代わり自分でアクションを押さないと飛ばなくなるけどね。割とこれみんな悩んでる人は多いと思うんですけどね、ボスが形態変化した時にターゲットが切れる問題、まあ、ちょっとこれ不具合を防止するためにやってたんですけど、いやーこれやりづらいんすよっつって、これでなんかゲームプレイなんかやりにくいねよ、なんか嫌なんですよねみたいなこと言われて、そっかーっつってちょっと今一応見てもらってる。結構大変だけどできそうなんで、ちょっと頑張ろうかなと思ってます。スタージェムの取引も、まあ、ちょっと今回改めて出たんで、まあ、ちょっと頑張るかっつって、今日現場はみんなはーっつってました。スタージェム関連はね結構ね大変なんですよ、処理が。内部的なものがめんどくさいんで、割とみんなあーって言ってたけど、まあ、オフイベで言われたんならやろっかみたいな感じで、しぶしぶ重い腰を上げてもらいました。大事で、今アイテムのお気に入りに星マークつけられるんですけど、あれのなんか色違いやって、なんかお気に入りパート2みたいなのが設定できるみたいなのもなんか要望上がったんで、できそうなのやろっかな。ちょっとこれも今内部調整中というか確認中なので、できそうなのやろっかなって感じですね。ちょっとフラグが余ってたら、なかったらちょっとできないんですけど、多分できそうなんでやろっかなぐらい。一応ここ以外にもあったんですけど、ちょっと確認が終わってないやつがいくつかあるんで、まあ、全部は載ってないんですけど、一応こんな感じの要望がいっぱい出てましたよっていうお話です、うん、というわけで皆さんお楽しみに、以上トーナム最新情報でございました。